無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。三越馬博殺害の発端は、4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画は、その父親江原明弘が息子の仇を討ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た三越馬を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越馬が江原に殺害されてた時も、カメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラには、もう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分、間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越馬殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには、痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越馬殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越馬を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが、清涼高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越馬の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越馬の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も、黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越馬を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため、自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって、生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越馬博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて、直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。
校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか、今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか？どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの？ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。
あれ？いやあ、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ？沢先生に会いに行こう。海藤さんは学校に入れないでしょう。先生に会えんのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろう。状況分かってる。海藤さん、沢先生も三越葉殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。いい加減にしろや。よし、じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、海藤さんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ。阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よお、阿久津。なんでお前がここにいんだ？おい。俺らこっちだって。海藤だ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな、あの野郎。偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ。カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。まあ、やつらが何してようがわざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。
八神さん。どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のことを知りませんか。名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。間宮ゆいの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ゆいです。え、鈴木ゆい。そんな、じゃあ江原さんはゆいに痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです。なんでゆいが江原さんと。今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです。友人か、ただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない。そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というか、もう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います。今のを聞いて何か心当たりは。そんなこと言われても。あの、沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと、詳しく教えてもらえませんか。間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです。ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が
今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは、江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。あ、沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか？ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野君の方でもネットで新発見がありました。ん？そのいじめ加害者は河合真也という子で、13年前、ミスル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になると、こちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの？ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。カムロ町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、カバイはほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか？この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ？彼らはその河合を見つけたんですか？いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前にカムロ町から姿消してそれっきりなんだ。殺された？ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された？どうでしょう、カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは？確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした？岩上さんはなんて？ついこの間 RK の人たちが河合真也を探し回ってたそうです、カムロ町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、随分物騒な話だな。確かに最近やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を？まさかうちの事件とつながってくるんですかね。
RK についてはつながりがよくわかりません。星野くんは引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。え、八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。